秋山義古、ふる、兄弟が、明治13年から15年まで下宿していた、旧旗本、佐久間忠だ屋敷の存在した場所。麹町戸手三番町東京陸軍士官学校、坂の上の雲は、芝良太郎の歴史小説。明治維新を成功させて、近代国家として歩み出し、日露戦争勝利に至るまでの木工期の明治日本を、描く。 産経新聞有刊に、1968年4月22日から1972年8月4日まで1296回に渡り連載された。芝の代表作の一つとして、広く知られ、長編作品としては、初めての近代物である。維新を経て、新国家に生まれ変わった日本が、欧米列強に盛んに学びながら近代国家としての体制を整えてゆき、 日清戦争など幾多の困難を乗り越えて、ついには日露戦争において、ロシア帝国を破るまでを扱う。旧伊予国松山出身で、日本陸軍における、騎兵部隊の創設者である、秋山義振、その実定で海軍における、海戦戦術の創案者である、秋山正幸、正幸の親友で、明治の文学史に大きな足跡を残した、大人。 正岡式の三人を主人公に彼らの人生をたどりながら物語が進行する。芝は本作において明治維新から日露戦争までの34年をこれほど楽天的な時代はないと評している。近代化によって日本史上初めて国民国家が成立し、庶民が国家というものに初めて参加し得た集団的感動の時代の中、 秋山兄弟や四季に代表される若者たちは、新興国家の成長期に、青春時代を送り、個人の栄達が、国家の利益と合致する紅用の時代に自らが、国家を担う気概を持ち、その意識を疑うこともなく、政治、軍事、学問などを脳々の専門分野において邁進したと、述べている。タイトルの、坂の上の雲とは、 坂の上の天に輝く一田の雲を目指して一心に歩むがごとき当時の時代的高揚感を表したもので日露戦争とは官から民の橋橋までがそういった国家が史上の正義でありロマンティシズムの源泉であった時代の情熱のもとに一体となって遂行された国民戦争であり 国家の重さに対する無邪気な随重心を持った時代に行われ、その随重心の上にのみ成立したとしている。また、本作の舞台となる日清、日露戦争期は、戦争が多分に愛国的感情の発露として考えられており、帝国主義が悪であるという国際常識がなく、そうした価値観が後世とは全く異なっていたことに留意するよう繰り返し、表している。 芝は極東での領土的野心を再現もなく膨張させ、日清戦争で日本が真から割上した両土半島を強引に手放させた後に我が物とし、ギワダン事件後に満州を占領し、ついには朝鮮半島にまで手を伸ばそうとした当時のロシアの行動を弁護すべきところが全くないと断罪し、日露戦争開戦に踏み切った。 日本の立場を追い詰められた者が生きる力のギリギリのものを振り絞ろうとした防衛戦であったことも紛れもないと擁護している弱小国の日本が陸海軍力ともに世界最高水準を誇った大国ロシアに勝利できた理由については記述の通り一国が国民国家として固く結束しこの戦いに国の存亡がかかっていると強い切迫感を 抱いていたこと、経済を限界まで切り詰めてほとんどのまず食わずといった、様相で艦隊を整えて、海軍力において、奇跡的な飛躍を成し遂げたこと、指導層が、後の太平洋戦争期と異なりいたずらに、精神主義に陥らず、合理主義に徹して、戦争を遂行したこと、などを挙げている。ロシア側の敗因については、 大国であることのおごりや有色人種を劣等とする人種的優越感から来る油断、強烈な皇帝先生の下で健全な批判機関を持たなかったこと、官僚主義の体制の中で行政機構の老朽化が頂点に達していたこと、訂正に対する不満が頂点に達し革命気分がみなぎっていたことを挙げ、ロシアは負けるべくして負けたと述べている。また、バは、 当時の日本の政治体制は内閣が天皇の保筆として担当するもので、天皇自体の存在はあくまで刑事上的世界の存在で、ロシア皇帝のように政治に介入する権限は持たなかったとし、軍閥が天皇の統帥権を盾に借りて立憲体制を空洞化して、 国政を労弾するような第二次大戦期の天皇像は明治には伺えず昭和期になってから形成されたものと解釈している他にも山形有友が改革を怠ったことで陸軍が日露戦争での本格的な近代戦に十分対応できない結果を招き多大な損害をこむる不幸の援因となったことや寺内正毅の軍にもつかぬ形式主義が その後の帝国陸軍に伝創属され、可視館に至るまで、この種の形式を振り回して、自らの権威を打ち立てる悪壁が広まったことなどを、批判している。さらに、赤史元次郎が行った、大路閣乱工作が鮮やかなまでの成功を挙げたのは、赤史の能力というよりも、帝政ロシア民衆の間に、すでに革命気分がみなぎっており、 そうした時代の潮にうまく乗ることができたことが大きいと評している。単行本六館の後書きでは芝がヤコブ・メッケルの大老いと開校した際の話が出てくる。2007年春には三人の主人公達の故郷である愛媛県松山市に坂の上の雲ミュージアムが開館した。誠に小さな国が開花期を迎えようとしている。明治維新を成功させ、 近代国家として生まれ変わった極東の小国、日本。時に、世界は、帝国主義の嵐が吹き荒れ、極東の端に位置する、この国も、西洋列強の脅威から無縁ではなかったが、しかし、逆境の中にありながら、この誕生したばかりの小国には、亡国の悲壮さを吹き払う早期があった。近代化を遂げて、史上初めて、国民国家となった、この国は、 民族が一体となる、その高揚感の下で国民の端々までもが、列強にごする強国への飛躍を夢見て邁進していた。ことに維新の成立と、同時期に生を受け、新興国家の青春時代に、自らの青春を重ねる、若者たちは、一人数とが、国家の攻防を担わんという活気を胸に成長した。旧予国松山出身の三人の若者も、 同様の気概を抱いて世に出ようとしていた。陸軍に入り、騎兵部隊の創設に生涯をかけることを誓った秋山義振。孝子の弟で海軍に入り、海戦戦術の開拓に人生を捧げる決意をした秋山正幸。そして、正幸の親友で文芸の道に入り、俳句、短歌といった伝統文芸の近代化を目指さんとする正岡規。 彼らもまた多くの若者たちと同様の志を持ち、さながら坂の上の青い天に輝く一田の白い雲を目指すがごとく、紅葉の時代の中でその一歩を踏み出そうとしていた。アヘン戦争以来列強に国土を参拝されながらも、清帝国は依然として極東最大の大国として存在し、日本にとって西洋列強と並ぶ脅威であった。日清両国は、 天津条約以来朝鮮半島に対する総合不可侵を訳していたが、清氏は東学島の乱によって混乱する、李王朝の救援依頼を口実として、半島での中兵を目論んだ。半島が真の支配下に置かれれば日本は限界などを隔てたのみでその脅威に向き合わなければならず、危機感を抱いた日本政府は、派兵を決断し、これによって、 日清戦争の火蓋が切られる。秋山兄弟もそれぞれ陸海軍に加わって出征し、初めて戦場に臨むこととなる。眠れる志士として、列強も、密かに恐れた、清であったが、先端を開けば存外な、弱さを露呈した。新海軍は、世界最大級の戦艦を所有していたものの、対する日本海軍は、小ぶりながらも、海速艦を揃え、 さらに兵の連度の高さを活かして見事な艦隊運動で新艦隊を翻弄した。陸軍も検討し、初戦で朝鮮半島から新軍を追い払い、ついで両東半島に上陸して極東随一の近代要塞である旅順要塞をわずか1日で陥落させた。解消に次ぐ解消は日本人の民族意識をいよいよ高揚させた。 情報に湧き返る世情の中でホトトギスも無邪気な興奮を感じるが従軍記者として赴いた戦地で持病の結核を悪化させてしまいたびたび滑血を繰り返すようになる自らの余命が短いことを悟った式は端子系文学の革新に残された時間を注ぐことを決意する清との戦いは勝利に終わったものの次第に 北方の大国ロシアが日本に対しての圧迫を強め始めた。建国以来極端なまでの傍聴政策を取るロシアは、累年極東への野心を持ち、シベリアを制覇した後は、不登校を求めて南下政策を取るようになり、江戸後期には日本の近海をも脅かして、画界前の幕府をたびたび戦律させた。日清戦争後は日本を極東制覇の障害と、 敵視するようになり、日本が割上した両党半島を強引に奪い、さらに義和団の乱にかこつけて、満州をも我がものとした。いずれは、ロシアとの衝突は避けられないと見た日本は、密かに、対露戦争の準備を始める。孝子は、ロシアの強大なコサック騎兵の研究に取り掛かり、まさユキも新たな海戦戦術の創始に身を入れるように、 なる一方、四季は病に苦しみながらも、俳句、短歌の合端な改革を成し遂げ、文学史に大きな足跡を残して、世を去った。やがてロシアは、朝鮮半島にまでそのフレシを伸ばすようになり、日露間の緊張はいよいよ抜き差しならぬ段階に、入った。ロシアの極東での膨張を懸念するイギリスと、日英同盟を締結させた日本は、いよいよ、 ロシアと陛下を交える覚悟を固める。陸海ともに世界最強水準の軍隊を持つ大国に対し、富も資源もない小国の国力は比較にならないほど累弱なものであったが、日本は日清戦争以後に経済を限界まで切り詰めて、軍備を整え、ことに海軍戦力は最先端の艦隊を揃えるまでに至った。 かろうじて大国と拮抗しうる力を持つようになった。今この時を逃しては再び差をつけられかねず、日本政府はついに、ロシアとの海戦を決断する。候補は、自らが育成した、騎兵部隊の統率を任され、正幸は、連合艦隊参謀として、海上作戦の立案を委ねられる。戦線布告とともに、海軍は、電撃的に攻撃を開始し、 制海権の確保に成功する。ついで連合艦隊は、ロシアの極東制覇の要である、旅順艦隊の撃滅に向かった。ロシアには本国に、バルチック艦隊という別艦隊が存在し、これが極東へ襲来して、旅順艦隊と合流されれば、日本側に到底勝ち目はない。下級的速やかにこの旅順港に駐留する艦隊を、壊滅させる必要があったが、 しかし敵は港に、牢場さながらに閉じこもり手を出すことができない。一方、陸軍は軍を二つに分け、第一軍を朝鮮から北上させ、第二軍を両東半島から同様に北上させ、両軍が共同して、満州中部の宝天に駐屯するロシア陸軍の主力を打ち破るという作戦を立てていた。候補は、騎兵第一旅団を率いて、第二軍に参加し、 両党半島に上陸する。日清戦争時とは、比較にならない敵の火力に倒枠させられたものの、第一軍は、暴力港を踏破して、満州に進み、第二軍は、両党半島の付け根の南山を占領した。どうにか、満州侵攻の足がかりを築いた日本軍であったが、戦況は、想定通りに進まなかった。日本には、 長期戦に耐えうるだけの国家的体力はなく、適切な時期に講和を結び戦争を終結させねばならない。大本営は陸軍の現地司令部として満州軍を発足させ、同時に当初は攻略を予定していなかった旅順要塞に対する認識の見直しも行われた。依然として郊外に出ない旅順艦隊に苦慮した海軍の要請により、陸軍は 要塞攻略のための第三軍を編成して後為戦を開始する。ところが、ほどなく、ウラジオストックへの移動を命ぜられた旅順艦隊が、突如として出航し、航海を舞台に海戦が始まった。連合艦隊は一旦は、旅順艦隊を逃がすも補足に成功し、敵機関の環境を砲弾が直撃するという、行行にも助けられ、敵艦の奥を無力化させた。 さらにそれに付随する形で行われた、ウルサン沖の戦闘では、ウラジオストック艦隊をも壊滅させ、大陸への補給を脅かしていた脅威を断ち切ることに、成功する。一方、陸軍は、満州への北進をはじめ、第二軍と、新たに作られた第四軍を進軍させるが、日本側を一挙に葬る機会を伺っていたロシアは、南満州の一大拠点である両用に戦力を、 集中させ、北上してきた陸軍を迎え撃った。孔子は、自らの騎兵旅団に、不評、砲兵、孔兵を加えた、秋山支隊を編成し、第二軍の遊撃部隊として奮戦する。騎兵部隊の特性をその機動力にあると考える。孔子は、この混成部隊を巧みに用い、ロシア軍を翻弄した。日本側は所詮に、 敵の主人地を見誤るというミスを犯した者の次第に持ち直し、やがて朝鮮から進軍してきた第一軍の横撃も、こうそうして、ロシア軍は領洋を放棄することとなる。領洋で辛くも勝利を収めた陸軍であったが、旅順要塞は依然として健在であった。その失火の港には、旅順艦隊の残存艦も未だ存在し、 海軍にとって変わらぬ通天となっていた。しかし要塞攻略を任せられた第三軍は単純な正面突撃を繰り返し、要塞の周囲には日本兵の意外が類々と重なり死産血がの三強を呈した。内地から本土防衛用の28三地榴弾砲も移設させたものの、依然として要塞は落ちず、正行の発案により海軍は、 旅巡港を一望できる203高地を占領して、砲撃を加えることを進言するが、第三軍は、自らの戦方に固執して、聞き入れようとしない。第三軍の切烈な攻撃は深刻な兵力不足と、砲弾の欠乏を招き、北進軍は、両洋を占領しながら停滞せざるを得なくなるが、やがてその急防を察したロシア軍が両洋へ攻め入る、気配を見せた。 司令部は、積極攻勢に出ることを決断し、両洋から北に望む佐賀において、海戦を挑んだ。一部隊の崩れが、全軍の崩れを招きかねない。日本側は、兵の連度の高さを活かして、長大な横陣を維持しながら進軍し、山目勢を持って、大軍を包囲するという機種に出る。さらに、高庫の上進により、 騎兵部隊に持たせた機関銃がその機動性を生かして戦地を縦横に駆け回り戦いは日本の勝利に終わる。が、旅順の第三軍は相変わらず無能な突撃を繰り返すばかりで依然として要塞は落ちる気配がない。バルチック艦隊はすでに大西洋を開港して極東に向かいつつあり旅順での砂鉄が日本軍全体の破滅につながりかねないと危惧した。 司令部は長方機的措置で、第三軍から指揮権を取り上げ、直接指揮を取って203高地を占領した。観測所の設置によって、照準を誘導された283地方は高地越しに、港内に砲撃を加え、旅順艦隊はことごとく撃沈、無力化され、海軍最大の懸念は消滅した。その後要塞は1月ほどの抵抗の後に降伏し、 長きにわたった旅順行為戦はようやく終結した。季節はすでに冬を迎え、満州の地には、玄関が訪れていた。東映の間の攻撃はないと気を緩めていた陸軍で、あったが、しかしロシアは、日本側の後方襲撃を試み、これをきっかけとして、ロシア側の大攻勢を招くこととなる。多大な損害を被りながらもどうにか撃退に、成功した陸軍は、 ロシア軍に通撃を与えたことを機に一大決戦を挑む覚悟を固める。すでに戦時財政は、そこが見え始め、この辺りで大戦果を上げて、講和を成立させる必要があった。旅順戦を終えた第三軍と合流を果たした陸軍は、方天に乗り込み、未曾有の大会戦の火蓋が切られた。積極攻勢に出て、帰戦を制した陸軍は、初戦を優位に進める。 陸軍は当初、東西に敵の注意を引きつけた後に防御の薄くなった中央を突破するという作戦を立てたが、うまくいかず、海戦半ばより伸びきった陣形を利用して、方天の包囲を試みる。西部戦線に展開する第三軍は、方天の後輩に回り込むべく大きく旋回運動を取り、第三軍に転属した孔子もその先駆けとしてこの、 戦役最大の騎兵部隊を率いて進撃する。旅順戦での戦闘を高く評価していたロシア軍は、第三軍の攻撃に過剰に反応し、主力を第三軍に集中させた。第三軍は激烈な攻勢にさらされ危うく、壊滅寸前に陥るが、ところが圧迫から解放された他の軍が、一気火星にロシア軍に猛攻をかけ、これをきっかけとして戦況は激変する。 敵側の指揮のまずさもあって、日本側は、方天になだれ込み、その後も、追撃の手を緩めず、ロシア軍を北方に追い払った。主力は逃したものの日本が、ロシアの満州支配の拠点を奪ったというニュースは、世界中を駆け巡り、ロシア本国にも、衝撃を与えた。極東の小国相手に連戦連敗を続ける軍の、失態はすでに、ロシアを動揺させていたが、 法典の放棄は帝政への不満を一挙に噴出させ、各地でデモや暴動が頻発した。日本政府はこれを好機として、講和交渉を試みるものの、しかしまだ虎の子のバルチック艦隊を持つロシアは春挙し、交渉は頓挫する。戦争を終結させるには、万里の波頭を越えて極東に向かいつつある、大艦隊を撃滅せねばならない。 10ヶ月余りの航海を経て、いよいよ、バルチック艦隊が、極東に到達した。海軍に課せられた使命は、敵艦隊の壊滅であり、わずかにでも打ち漏らして、ウラジオストックに逃げ込まれれば在満軍への補給が、脅かされることとなり、およそ40隻にも及ぶ、大艦隊のすべてを沈めるという指南の、作戦目標を達成せねばならない。 敵艦隊研究の砲と共に連合艦隊は出動し、正幸も研究を重ねた艦隊戦術を携え、国家の存亡をかけた大会戦に臨んだ。連合艦隊が津島沖を有力する中、やがて立ち込めるノームの向こうにバルチック艦隊がその異様を表し、両艦隊は激突する。猛気と噴煙に空も海も解明する中、連合艦隊は、 日本艦の足の速さを生かした快速運動による連続打撃を試み、ロシア側を圧倒する。万艦の軍将を独破して練り上げた、正幸の新戦術は、その精緻さで海戦の常識を一変させるものであり、始卒の橋橋に至るまでの検討も、こうそうして、初戦で体制は決した。敵艦隊は4分五列し、 その後の総統選も見事に完遂させた連合艦隊は敵艦のほぼ全てを撃沈、無力化することに成功し、世界の海戦史上かつてなかった完全に勝利を成し遂げた。バルチック艦隊の壊滅はついにロシアの戦意を砕き、アメリカの朝廷により講和条約が結ばれることとなる。日露の戦役は日本の勝利によって終わった。 白人の大国に対する有色人種の小国の勝利は世界史に一新起源を隠し白人支配の時代に終止符を打つこととなる。しかしその一方で花々しいまでの対象はその後の日本人に共満と協梁を与えた。ことに軍部はその独素に根深く蝕まれ次第に愚埋な精神主義に出してゆき 40年後の太平洋戦争で無残な破滅を迎えることとなる。日露戦争の戦勝は黒船来航以来日本を突き動かしてきたエネルギーの到達点であったが、あるいはあの日本海の海戦を頂点として、開国以来この国を支え続けてきた何事かが終焉を迎えたのかもしれない。孔子に、騎兵隊を作らせ、正さに、海戦戦術を創始させ、式に、 文芸改革をさせた時代、そして日本人全体を突き動かして白人の大国に対して奇跡の勝利をなさせしめた紅葉の時代はあの海戦を最後に幕を下ろしたのであろうか。極東の小国が坂の上の雲を目指して歩み続けた時代は日本海の法園の消失とともに終わりを告げたのかもしれない。肩書は日露戦争時のもの。 藤岡信勝はこの作品をきっかけとして自由主義史観を標榜するようになったと語り、歴史書、伝記の読書アンケートでも一貫してトップクラスの人気を獲得している。戦争賛美の作品と誤解される器具から芝本人は生前本作の映像化、ドラマ化等の二次仕様には一切許諾しないという立場をとっていた。 芝は本作を執筆するにあたり、フィクションを禁じて書くことにしたとし、書いたことはすべて事実であり事実であると確認できない、ことは書かなかったと主張している。野木を愚象と断じた評価については、参照した資料が偏っているなどとの批判も多く、論争されている。2004年4月10日観光 ISBN4 から16から322810から、 1-2004年4月10日観光 ISBN4 から16から32万2820から9-2004年5月15日観光 ISBN4 から16から32万2900から0-2004年5月15日観光 ISBN4 から16から32万2910から8-2004年6月15日 観光 ISBN4 から16から323,010から62004年6月15日。観光 ISBN4 から16から323,020から3,999年1月10日。観光 ISBN4 から16から715,076から4。1999年1月10日。 観光 ISBN4 から16から71577から2999年1月10日。観光 ISBN4 から16から71578から0 9 9 9年1月10日。観光 ISBN4 から16から71579から9 9 9 9年2月10日。 観光 ISBN4 から16から71580から2999年2月10日。観光 ISBN4 から16から71581から01999年2月10日。観光 ISBN4 から16から71582から9 99 999年2月10日。 観光 ISBN4 から16から71583から7。解説、島田金次では、第24.2526巻に収録。別殺文芸春秋100号6月発行に、掲載された、野木マレスケ、第3軍司令官と、伊地地光介、第3軍参謀長を無能者として描写した、要塞、及び、同志101号に掲載された、 腹を切ることの二辺が一辺にまとめられて、純史として文芸春秋から同年に出版された。純子が発表、刊行された翌年の1968年4月、産経新聞で本作の連載が開始された。他に、人々の教音では四季没後の正岡家,家が描かれ、本作の後実談的位置づけがなされている。エッセイ、ロシアについて、 北方の原型では、ロシアの歴史と、日露交渉史などに触れつつ、坂の上の雲の余談のつもりで書いていると述べている。その他にも、明治時代にまつわる複数のエッセイに本作に関する解説がある。また、1989年秋に放映された、NHK スペシャル、太郎の国の物語、明治という国家で、芝自身は、総括的な考えを述べている。 日本を見つめ直す最良の歴史書では1位。各界60人が進める歴史書では2位であった。芝良太郎歴史の中開口4マサオカ式、秋山義古、正行ある明治の庶民にも本作にまつわるエッセイ42編が収録されている。ありがとうございます。